はい、皆さんこんにちは。やっていきましょう、マイクラ実況。私、ウームの中実況します。早い、やめてください。よろしく。わー、絶対こもってないな、感情が。はい、じゃあ私と、どうぞ。楽しい。あ、どうも、今回は最初から言います、ひろきです。よろしくお願いします。お願いします。では、あともう一人引き続き、どうぞ。はい、まずはじめですね、前回のパートを荒らしてしまったことを深く謝罪いたします。申し訳ございませんでした。の人です。よろしくお願いします。あ、そんなことないですよ。そんなことないです。何をおっしゃるか。コメントが怖い。怖くない、怖くない。何を言うんですか。いや、またこのおかしな3人組でやっていきたいと思いますよ。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では今回はですね、あの前回の人さんが、はい、ドクス見つけたんですよね。そうなんですよ。はい、なので、じゃあそのドクス探検3人でやっちゃいます。よろしいですか。はい、すいません、なんかわがまま言っちゃって、いや、どうしてもですね、あのちょっと一度冒険というものを、あの、はい、みんなと一緒にしたいなと思いまして、あの普段家で一人で冒険しているものですから、あのワクワク感をね、みんなと共有したいという勝手な、本当すいませんでした。いやいや、なんでですか。なんかサラリーマンみたいですね、このスキン。あの羊ではなくて、羊じゃなくてサラリーマン、サラリーマンみたいです。今度そういう実況しようかな。サラリーマン実況、ね、リアルに私サラリーマンみたいなもんですからね。じゃあ今日は冒険という旅に出かけましょうか。はい、まずは入り口がわからないです、ね。はい、じゃあナットさんいいですか。こちらです。ただ、あの僕もちょっと穴を見つけただけで、どこまで深いかわかんないんですよ。なのでちょっとまあ見ていただければ。ドアが、ドアがある。あれ、ここに、あれ、勝手に、ちょっと、あ、すいません、あのちょっと、あの一人で採掘をしてました。すごいですね。で、あの途中偶然ちょっと見つけちゃったんですよね。なのでちょっと行ってみましょう。はい、行ってみましょう。では、私の後についてきていただき、っていうか、ノヒットさん、あの、はい、なんかこの短時間何やってんですか。人のワールドに。何してんですか。あのちょっとね、あの石炭が足りなかったんでね。あ、なるほど。あの、このここの下見ていただけますか、ほら。おー、空洞ですね。空洞があるんですよ。あら、でこれが何かなってすごい気になって、はい、あの行ってみたいなという感じなので、行きましょう、行きましょう。ここに何があるかですね、ワクワクですね。そうなんですよ。では行ってみましょう。行ってみましょう。これ多分、これノイトさん上手いんですよ、ちょっとひろきさん。いやいや、この何ですか、階段の仕方。ノイトさんお願いします。いやいやいや、やってくださいよ。いやいや、そんな。あら、この動き。いやいや、そんなプロじゃないです。普通に掘ってるだけですからね。いや、あ、でもちなみにちょっとこの辺見てみましょうか。あ、ここって結構地下渓谷的な、いや渓谷か、普通の渓谷っぽい感じがしますね。渓谷って何ですか。よくコメントで渓谷でしたよみたいな感じで、あの見ていただければ、あの谷間がすごい裂けてるじゃないですか、右の谷と左の谷、はい、ここがまあ渓谷と呼ばれるものなんですが、2種類ありまして、はい、これはどちらかというと普通の渓谷、地上に近いんですね、はい、で、あのさらに深いところで渓谷がなんかできるケースもあって、はい、そういった時は地下渓谷と呼ばれることがあって、地下渓谷はだいたい下が、はい、まあ、Y12 ぐらいの高さになるんで、そうなるともうマグマがいっぱいあって、はい、まあ、ダイヤが発見しやすいような、場所になる、まあ、地下渓谷っていうのは結構、まあ、ダイヤを見つけられるチャンスみたいな感じになるんですね。ちょっと久しぶりに私 Y って聞いたんですけど、 Y って高さですよね。高さです。高さですよね。ちょっとびっくりしました。X ですね。X、 いや違う。危ない。見てください。頑張れ。はい。あ、2匹来た。あ、怖いよ。頑張れ。あ、すごいですね。すごい。登っていきましたよ、の人さん。はい、じゃあ私も剣を持ちつつ前に行きますね。行ってみましょう。私、松明班で行きますね。そうですね。いますね。行きましょう。よし、私見る。いや、待って待って、ノリトさん何フル装備してんすか。よし、あ、もうこれノリトさんだな、一番前。よし、倒した。ちょっと、私の鉄を敵勝手に。まあいいんですが、あの、後でちゃんと補充しておきます。いや、全然いいですよ。あの、すぐ。あ、ちょっと、危ないですね。危ないですね。あ、そう、渓谷は、はい、あの上を見ていただければ分かるんですけども、結構段違いに段差があるんですよね。はい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 、まっすぐな崖じゃなくて、あそこ谷間にちょっとあのスケルトンとか、はい、そのクリッパーとか引っかかってることがあるんですよ。あ、それ怖いですね。そうなんですよ。なんで、降ってきたクリッパーにヒロさんやられたという感じですね。あ、そういう感じですね。なんてこったなんてこったや。いや、ヒロキさん、でもまた近いですからね。そうですね、お待ちしております。はい、あ、本
結局ここはすぐこの感じですね。おお、でも結構広いですね。でも結構鉄とか取りやすいんで、こういうところは。はい、すごいですね。いいですね。じゃあこれちょっと採取しちゃいましょうか。そうですね。採取しつつ、あ、ひろちさん早かった。あ、じゃあ荷物を。ひろちさんの荷物はまず、ベークドポテト。そして、人参。そして、石のつるはし。石のつるはし、どんだけ持ってるんですか。あと、剣が2つ。はい、あと石の具ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、腐った人もプレゼントと。ありがとうございます。はい、やりにきいな。ちなみになんですけど、ロヒトさんは、はい、マイクラで一番誰のマイクラの動画見てます？それはなかなか申し上げにくいですね。意外となんか単体でやってる方も大好きなんですけど、はい、マルチでやられてる方もやっぱり好きで。本当ですか？そのやっぱ掛け合いが好きなんですよね。あ、そう、例えばそのひろきさんと中地のその微笑ましいですね、掛け合いっていうのがやっぱり楽しいなと見てて。微笑ましいだってですよ。ごめんなさい、キャラがよく分かんなくなっちゃいましたね。微笑ましいなって言われて。慣れ、あ、ごめんなさい、失礼しました。慣れ、そうなんです、慣れ慣れしいんですよ、私は。はい。ですよ。微笑ましいだって。だって。だよね。嫌な気持ち悪いですね。いや、で、言われたことないですもん、そんな。微笑ましいなんて。なんか見てて、なんですかね、ちょっかいを出す中地と。そのか、なんかそれに応えるひろきさんっていうね、なんか面白いじゃないですかね、そういうのも。いや、半分以上素晴らしいで済ませられてますよね。ひろきさん素晴らしい。素晴らしい。ほらもう私分かっちゃったんですからね、ひろきさんが素晴らしいっていうのはほとんど聞いてないっていう。素晴らしい。あの、僕だ結構素晴らしいって言われましたからね、ひろきさん。いや、本当にそうですよ。そういう時は聞いてないという。聞いてないです。あと、あの、答えに困る時は素晴らしいって言うんです。ああ、言いますね。言いますよね。言いますよ、素晴らしいって。いや、素晴らしい。あ、それ逃げだって言ってるじゃないですか。いや、マジないですか。ちょっと皆さんどこいます？私は今ちょっと奥深くで。上に行ってます？いや、下にいます。いや、何かないかなと思ってちょっと見てるんですけどね、なかなか。そうですね。はい。いやー、これはやばいぞ。これちょっと取れ高がやばいですね、心配。いや、その時はもうノヒトさんには罰ゲームという形で、なんかモノマネ一発やってもらうしかないですよ。いやーいやいや、そんな。というところで、ちょっと穴を見つけたんで、皆さん遊びましょう。遊びに行きましょう。はい、遊びに行きます。で、私が、さっきの警告に皆さんいらっしゃいますか？いますよ。今、私、多分、ノッチさんいます、います、ここに。で、レッドストーンも見つけたんですよ。ほら。お、ほんとだ。まあ、それは私も見つけてましたけどね。あ。すいません。いや、まさかそんな言われると思わなかったです。ドヤ顔して私が恥ずかしいじゃないですか。完全に。いや、すいません、ちょっと。いいですよ。ひろきさんはどちらですか？上にいます。上ですか？じゃあ中地さんともしかして二人っきり？いや、それは困りますね。その言い方は困りますね。非常に困りますが、いや、刺さってますよ。ちょっと足に、はい、スケルトンがいらっしゃったんでね。あ、なるほど。はい、ちょっと上から何匹か叩き落としました。あお。おお。ではひろきさん行きましょう。はい。行きましょう。ちゃちゃ落ちてきてください。さあ、この先の洞窟がちょっと広かったらいいんですけどね。はい、これちょっと取れ高的によろしくなかったら本当にお願いします。怖いな。ちょっと行きましょう、急ぎましょう、はい、早く行きましょう、はい、行きましょう。無駄口戦わずに、はい、一緒、はい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 、はい、あ、すごいですね、広い。どっち行きます？じゃあ、あ、なんかあっちにマグマがありますね。本当ですか？クラピカの法則的に今の高さだったらダイヤも見つけられる可能性もあるので、じゃあダイヤを見つけたらなしでいいですか？いいですよ。あ、よっしゃ。じゃあちょっとダイヤ探しましょうよ、これで。あ、じゃあここら辺でダイヤ探しましょうか。はい、ちょうど見つけられる高さなんでね。本当ですか？面白いと思います。いや、そんな、中地さんに言われると嬉しいですね。いや、全然ですけど、いやいやいや、私、だって実況向きではないと思います。完全に。なんで、やばい。バカにして。クイッパー。バカにしろ。あれ？あ、爆発に巻き込まれての、あれでしたね。あ、でも、ちゃんと撮ってるんで大丈夫です。
面白い絵撮りましたんで。素晴らしい、はい、生阿弥陀仏で生阿弥陀仏でしかしなかなか見当たらないですね。当たらないです、うん、深さ的には完全にこの高さなんですよね。あ、高さも把握してらっしゃる、すごいですね。いえいえ、なかなかね、欲しいって時にダイヤ点が見つからないんですよね。私は特に欲しくはないですよ。だってあの野人さんもモノマネするだけなんで。ああ、なるほどなるほどね、はい、あ、そういう感じですか。はい、そういう感じです。ということは中地は敵ということですね。敵なんでですか。敵と見ました。僕のあ、でも中地がダイヤを見つけたらどっちが先にダイヤ見つけるかしましょうか。じゃあどちらでもいい。時間も決めましょうか。あと何分でね。そうですね。でもし2人とも見つけられなかったら2人ともやりましょうか。あれ野人さん、いや僕もやりますし、はい、で逆にあの中地がダイヤを見つけたら僕1人でやる、ね、あ、なるほど。そう、だから中地もあの頑張ってダイヤを探してください。はい、勝手に承知で、はい、OK です。じゃ制限時間はあと何分ぐらいにしましょう。制限時間は5分。5分じゃない、5分10分で10分でいいですか。見ました。はい、じゃあいきます。用意スタート。ひろきさん、アンなんですが、はい、あのちょっとあのウィンウィンな関係でやるためには2人で協力しませんか。はい、え、それありですか。何のことですか。え、ちょ、なんかおかしくないですか。2人で協力しましょうってどういうこと。いや、話、何のことですか。ん、何を抜かしてるんですか。何を抜かしてもいませんよ。何も言ってないですよ。あ、本当ですか。はい、ひろきさん、そっちへお願いしますね。あれ、だいたいこんなに出なかったっけ。いや、意外と出ないですよ。で本当に運なんですよね。だからダイヤをここで、運を持ってるか持ってないかなんですよ。なるほど。あの人さんは運を持ってるか持ってないか、男としてどっちなのかって。なるほど。いうことですよ。このダイヤがあるかないかで俺は男としてまで言われるわけですね。そうですね。なんてこったい。あ、でも金見つけましたね。そう、関係ないですね。いやでもなかったらそれも含めてやるしかない。いや、そんなに言い出したら俺鉄いっぱい見つけてますよ。私は鉄いっぱいも見つけてますよ。俺レッドストーン見つけました。私はレッドストーン見つけてますよ。俺石だ。スポーンブロックを見つけました。マジですか。これでもういいでしょう。ダイヤじゃなくていいでしょう。いや、ダメですよ。やったー、スポーンブロック見つけた。いや、だって金2個目ですもん、私。いやー、もう一つ、ちょっとですね、ルールを確認しますけど、ダイヤを先に見つけた方が勝ちですね。ですよね。いや、何のことですか。何ですか。ダイヤを先に見つけた方の勝ちでいいですよね。いや、なんかそれ嫌な予感がする。え、ダメです、それダメです。チェストの中のやつはダメです。ノン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 。僕は初めに言いました、ダイヤを見つけた人の勝ちだと。大人げねえな。勝ちだと、ね、大人げないです。言ったわけですよ。よし、頑張れ頑張れの人。の人さん、あー、なかった。やった。あやった。これちょっとの人さん、ちょっとあのこれ伏せてもいいんですが、はい、おいくつでしょうか。あの、大人げないですよ。あの部下に対して。今年めでたく30になります。やばい、時間がもうほんとないですね。ほんとないですよ。あと3分ぐらいですよ。うわ、じゃあ、あと10秒前。はい。9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了です。延長お願いします。ダメです。じゃあどうしますか。ちょっとあの完全にこれは企画倒れな感がすごいあるんですよ。そうですね。じゃあ一旦村に戻りましょうか。ではじゃあ結局はですね、あのダイヤ見つかりませんでした。みんな見つけられなかったっていうことで、まあ、仕方ないので提案しました、野人さんが罰ゲームという形で決まり決まり決まり。素晴らしい。素晴らしい、使いすぎだ。はい、しょうがないな。やりましたね。中地の言うことは守ろう。いや、本当ありがとうございます。すいません、上司なのにこんなことやってもらって。はい、では皆さん、ご視聴誠にありがとうございました。この後お分け枠があります。それでは失礼します。バイ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 。じゃあ野人さんのモノマネまで3、2、1。
オタクー